岡山市東区寺地というエリアに来てます。この目の前走ってる、道は、県道96号線なんですけど、この前の山なんですけど、今、山火事になってます。で、かなり空気が非常に乾燥してるんですよね。で、今日のお昼頃、まあ、2時ぐらいからずっと、このような感じで燃え続けてるということなんですけども、消火作業なんですけど、もう結構ね、これ山中に入りにくい、車両がね入りにくい場所なので、ヘリコプターでの消火作業しかできないというような状態なんですよね。こうしてる間もかなりね、物が、木々が焼ける音が、パチパチとしてます。で、この燃えてる手前に、送電線ですかね、ちょっと画像では見えにくいと思うんですけども、見えます。で、この左手も、この目の前にこれ民家なんですけど、この上にも、方でも、火が、ついて燃えてます。ちょっとカメラでは分かりにくいんですけども、かなり広範囲で、燃えてます。で、今日なんですけど、総社市の五重の塔付近でも、ちょっとぼやがあったという情報がありました。皆さん、火の元には十分、気をつけてください。で、引き続きこのエリアにお住みの方、もし来られる方も十分注意してください。